今日は結構難しい16ビート、ゴーストノート、シンコペーションなどを含めた2小節のリズムトレーニングについて話をしていこうかと思っております。はい、どうもでーす。ベーシストの森田哲夫です。どうもよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。最近はですね、ちょっと前に基礎練習ということで、それも単純なね、指の動かすだけの練習だけではなく、具体的なね、コードというふうなものを意識して、できた基礎練。そしてそれをさらに応用していって、もちろんね、コードから考えられた基礎練なので、このコード進行に対応していって、実際の曲を弾いてるような感じで、弾けれるような基礎練習ですね。長い時間やっぱね、ちょっとね、2、30秒弾いて終わりというのでは、やっぱ指の体力をつけていくものにもなりませんので、まあ長いこと弾けれるというふうなものと、そして最終的にはね、やっぱりこのコード譜で弾けれるというふうな、頭のね、考え方というのが、やっぱりポピュラーミュージックは理想ですので、なのでその辺のことっていうのも、まあ基礎的な感じで体力をつけてもらう、考え方の準備をしてもらう、みたいな感じのことをやってきております。そして、その間にね、3回のシリーズでやってたんですけども、あ、ちなみにそれもしよかったらね、基礎練習のやつ上上げときます。もしよかったらね、興味ある人見てみてください。そして、その間に、ちょっと間を挟んで、途中まで話をした後に、音を覚えるシリーズのね、ドグフのやつをちょっと前にやってみました。ドグフのやつも上に上げときますね。そして、リズムトレーニングということで、前回詳しいリズムの話をしました。で、それもリズムの詳しい話を久々にこう、ちょっと噛み砕いてやったんですけども、やっぱりね、16ビートということでね、16分音符が入ってくる。もちろん四分音符とかも入ってくるんですけども、やっぱ16ビートが絡んでくると、やっぱ16できちんと取れるかどうかって大事になってきますので、その辺の話も具体的に説明しました。で、もちろん前回の説明もそうなんですけども、それ以前にね、8分音符の取り方だったりとか、具体的なリズムの方法。で、今日も出てきますけども、シンコペーションの方法だったりとか、ゴーストノートのやり方、みたいな話も今までたくさんしてきております。で、そこら辺もね、リストになってますので、上にリズムのリストを上げておきますので、もしよかったら見てみてください。で、今日は、冒頭にも話してましたように、たった2小節のフレーズなんですけど、結構難しいです。もしこういう風な曲が出てきているものがあるとすれば、曲のその難易度としてもだいぶ高い部類のものなんじゃないかなという風に思ってます。で、今日は、その2小節のリズムを具体的に取り上げて、解説していくんですけども、やっぱこれが弾けたらね、どうとかっていうわけでもないので、なので、やっぱこれがね、パッと弾けれるような実力をつけてもらいたいというのが根本の考えですので、なので、もしね、よかったら今さっきの合わせたものとかっていうのを、リズムトレーニングのものなんかっていうのを前のやつをね、簡単なところから見ていただいて、確実にね、ご自身の僕の説明を聞いて弾けるだけではなく、確実にパッと合わされた時にパッと弾けれるような力がつけれるような感じになってますので、もしよかったらね、そちらも合わせて見てみてください。そして、元を返して言うならば、今回は平音記号みたいな感じで書いて出しますけども、でも、本当ならコード譜から自由にベースラインが作れるというのが、やっぱ最終的に理想になりますし、それがやっぱ楽なとこもあります。なので、そちらっていうのもね、あ、そうですね、全部合わせた、リストも上げておきますので、200何本ありますけど、もしよかったらね、チャンネルの深いとこ行ったら、いろんなリスト分かれてますので、ご自身がね、必要かなと思うところを見ていただけると嬉しいなというふうに思ってます。で、今日の練習っていうのは、本当にまさきと言ったように平音記号が出てきてリズムを具体的に読んでいくだけなので、このフレーズがまあ弾けたからどうかというわけではないんですけども、まあそのね、コード譜とか弾いていく上でも、まあいいリズムで弾けれる。もしくは、もちろん今回のこのリズムも、一定のコードを意識したような感じで、具体的にベースラインとして使われるようなイメージをして僕が作ったものなので、もしよかったらね、まあいろいろ参考にしてもらえたらいいかなというふうに思ってます。で、最終的にはね、コード譜でうまいこと弾けれるような感じでやってもらえるといいかなというふうにも思います。で、もちろんね、音とかもね、音程もついてますので、そこら辺とかっていうのもね、練習になるんじゃないかなと思います。そして、もしよかったらね、その、今日出てくるような譜面とかのリズムトレーニングのやつはね、いつも通りなんですけども、下の説明欄に、ノートという外部リンクからの URL 貼っときますので、そちらに、まあなんか PDF として教材たくさん売ってます。今回のね、リズムトレーニング以外のものっていうのもたくさん売ってますので、まあ大体1個、安いものだと150円、高くても800円ぐらいのものですので、800円のものだとすごいボリュームになりますのでね、結構コスパ自体はいいものだと思いますし、なかなか巷のね、書籍とかでね、販売されてないような、僕がいろいろ考えて、
こういう練習をしていた方が本質的に上手くなるんじゃないかなというふうな、考えのもとね、作ってますので、いろいろね、上手くなっていく手助けにはなるんじゃないかなと思いますので、もし興味がある方は一度、その、購入しなくてもね、ブログの内容みたいなものだけ読めるので、もしよかったらそちらもね、リンク貼っときますので、見てみてください。まあ、そんな感じでね、このチャンネルは、ベースが、本質的に上手くなるというふうなものを、いろんなね、多岐のジャンルにわたって、練習していこうというふうな、もので、を取り上げています。そして、それもね、難しいものも入ってきますけど、初心者、一番最初から始めた方なんかでも、こう、着実にね、簡単なとこから始めて小さなステップ踏んで、必ず上手くなれるような方法をたくさん話してますので、もしよかったらね、今日初めて見られている方などといらっしゃいましたら、チャンネル登録も合わせてよろしくお願いいたします。そして、ためになったなとか、面白かったよとか、森田頑張れとか思っていただける方いらっしゃいましたら、合わせてグッドボタンもよろしくお願いいたします。非常に励みになりますのでね、何卒よろしくお願いいたします。まあ、そんな感じで今日は一つの2小節のリズムを取り上げて説明していこうかと思います。結構難しいので、頑張っていきましょう。よろしくお願いします。では、どうぞ。ベース、ベース、ベース。はい、どうもです。ではね、ここからはいつも通り楽器を持ってやっていこうかと思います。で、早速譜面を出すんですけども、2小節なのでね、結構長いので、今日はサクサク進んでいけれるように、前回みたいに細かくは説明していかないので、パパパパッとやっていこうかと思います。要点だけ掴んでね。では、譜面出してみます。ほい。出てきました。12番というやつですね。結構難しいと思います。これパッと見てね、これ初見で弾けると、なかなかいい感じなんじゃないかなと思います。ちなみに、今回は、調合が、フラットが2つついてます。で、これ、前ぐらいにやった、リーディングのやつですね。上に上げたやつがあると思うんですけど、それもね、2つついてましたけど、今回は、まあ、もちろんね、この2小節だけだとキーって判断しにくいと思うんですけど、まあ、今回のものっていうのは G の何か、まあ、G マイナーのコードというふうな感じで考えています。G マイナー7というコード、まあ、書いてないですけど、G マイナー7というものを意識してやってます。なので、キーとしては G マイナーなのかもわかんないですし、もしかしたら、これ、一部だけ抜粋しているものと考えるならばですね、B フラットメジャーキーの中の、コードの G マイナーの何がしか、もうわかんないというふうな感じで考えていくことができると思います。まあ、音楽的な話はね、今日はね、主たるものでは、説明していく主たるものではないので、まあ、具体的に、譜面を読んでいこうかと思います。で、まあ、ただ注意点としては、そのリーディングの時にも話したんですけど、このフラットが2個ついてるということなので、まあ、具体的に B のとこと E のとこにフラットがついてるんですけど、この B の音と E の音、つまり B フラットと E フラットになるんですけど、これは、全オクターブ域と全部のもの。まあ、今回2小節しか出てきてませんけど、B と E のところは全部フラットになりますので、その辺は注意してやってみてください。では、いつも通りね、リズムは4つ塊で見ていくといいよということなので、4つ塊で分析していこうと思います。まずね、カチャッと1拍目のものが、1小節目1拍目のものが出ましたけど、これは、まあ、何かというと、ダー、アダというリズムになります。ダー、アダというふうなリズムになりますね。でこれは前回説明したリズムのものと同じような感じになっていると思います。で、今回はね、ちょっともう難しいものなので、まあ、ちょっとレベルが高いものとして説明していきたいので、クリックはもう裏で鳴らします。8の裏で鳴らすので、60でまずやりますけども、いつも通りメトローム使いますね。1,2,3,4 という風に進んでいってるという風に思ってください。で、タアタということなのでバラして練習してみます。これは具体的には G の音と B フラットの音ですね。押さえる場所できればもうね、いろいろ研究して、ご自身で探せるようになってもらいたいので、あまり今日はどこを押さえるっていう話も、まあ、触れずにやっていこうかなと思ってます。まあ、具体的に弾いてみます。3,4,1 3,4,1 このような感じになりますね。そして、次カチャッと 2拍目に変わったと思うんですけど、歌というふうなものになります。これも前回のリズムを説明した時に出てきたものになりますね。で、この歌の場合はうっていうふうにね、右手をきちんとうのところに当たるところに2回ついてあげる歌というような感じでやっててあげてください。そして、これはバツと振ってあるのでゴーストノートというふうなものになります。ゴーストノートっていうのはこう左手を全体的にこう触って、特に今回だと、まあ、この普通に売られてる本とかだとゴーストノートがどこの弦で弾くかっていうのはその流れで見ていってもらって、どの弦でも実際いいんですよ。
なんですけど、そう言っちゃうとちょっとわかりにくいかなと思って、一応僕が作ってる資料は、その、今回だと A のところに書いてあると思うので、A の開放弦をゴーストノート、まあ、弦を触って、こういうふうな音なんですけど、これを鳴らすというふうな感じで、説明、しております。なので、そこだけ取り上げてやると、このようになります。さあ、ん、し、い。うん、う。このような感じになります。で、いつも通り1、2拍目をつなげると、こんな感じになります。さあ、さあ、ん、し、い。さあ、ん、し、い。このような感じになりますね。そして、2拍目です。あ、2拍目じゃない、3拍目ですね。3拍目は今さっきのリズムと全く一緒です。で、出てる音が C と D というような感じになりますね。これ D 開放弦も選択肢にはないこともないかもわかんないですけど、これはね、塊で見えた方が、Gm の塊として見えた方がいいのと、開放弦ってやっぱ処理が難しいので、今回は押さえる音を使っていった方がいいと思います。やってみます。さあ、うん、C、E。さあ、うん、C、E。このような感じになりますね。そして、次見てもらうと、またリズムが一緒、うん、歌ということで、しかも今回はゴーストノートではなく、D の音になります。全く今さっきと同じ音ですね。そこだけやってみます。さあ、うん、し、い、うん、歌。さあ、うん、し、い、うん、歌。このような感じになりますね。そして、あ、ちなみにこの時ね、うん、うん、歌。みたいな感じでね、短くならないように気をつけてあげてくださいね。テンポゆっくりなので、16分音符といえど、ある程度の長さは持ってますのでね、その音符の長さをちんと意識してやってあげてください。3拍目、4拍目やってみます。さあ、うん、し、い。し、い。このような感じになりますね。で、まあ、1小節、丸とガチャコンとつけるとどういう風になるのかっていうのをやってみようかと思います。いきます。3、4、4、このような感じになると思います。では、続き一回切って、次の2小節目見ていこうかと思います。2小節目の方が難しいのでね、よろしくお願いします。ベースベースベース、はい、どうもです。ではね、2小節目見ていこうかと思います。もう一回譜面を下に出してみますね。ほい、出てきました。今さっきと同じものですね。では2小節目、2拍目じゃないですね、2小節目を見ていこうかと思います。で、カチャッとね、出てきたと思うんですけど、2小節目の1拍目、これちょっとややこしい感じになってます。これどういうような感じなのかというと、こうリズムとしてはタタウタということで、 F と G と F というふうなものになるんですけども、この時に、まあ、通常だとね、こうタイがかかったものってシンコペーションとか言ってたと思うんですけど、これはまあ、通常だとここに H が、上に H が乗ってて、ハンマリングとかっていうような感じで書かれることが多いんですけど、今回は特に書いてないです。まあ、スラーとかでも、スライドでもいけなくはないんですけど、ちょっとね、現実的じゃないので、ハンマリングですね。ハンマリングというのは、一個音を鳴らして、右手は弾かず、そのまま左手で押さえる。こういうふうな動きですね。今わざと右手、わかりやすいように話してますけど、もちろん、右手はこう浮かす必要はないですけどね、弦を弾かないってことです。これが具体的に弾いてるものですね。で、僕は、よくね、こういう風なハンマリングのものっていうのは、ベースの教材なんかを買ったりすると、いろいろね、僕も勉強がてらいろんな教材見たりするんですけど、僕の練習というよりもね、どんな感じで皆さん、本書いてんのかなっていうのの、まあ、参考に見たりとかするんですけども、結構早い段階でハンマリング説明してる本は結構多いような気がするんです。でも、このハンマリングというのは、まあ、正直ね、その面白い音のニュアンスではあるんですけども、僕の見解としては、その音楽的要素としては、やっぱニュアンスというものが強いような気がするので、例えばこれを実際弾いてしまっても、まあ、そんなに問題ないかなと。まあ、ニュアンスがちょっと変わるっちゃ変わるんですけど、ちゃんと弾けてればどっちもそんなにすごい聞き栄えが変わるわけではないと思うので、そんなに重要ではないと思いますので、僕はそんなに最初の段階で説明しないです。なので今回ももしこのハンマリングうまいこといかないなと思ったら両方と弾いても大丈夫です。ただ、やっぱりね、こういう風なニュアンスの練習っていうのは大事な、一定数大事な要素もありますので、まあ、今回はもしハンマリングいけそうだったらやってあげてみてください。こんな感じになりますね。まあ、クリック出して具体的にやってみます。さあ、うん、し、い。し、い。さあ、
上がってないですね。さあ、うん、し、い。さあ、うん、し、い。このような感じになりますね。そして続けていきたいと思います。次のものですね。次のものは何かというと、うたたたというふうなリズムになって、しかもシンコペーションが入ってる感じですね。最後は C の音ですね。そんな難しくないと思います。さあ、うん、C、E。さあ、うん、C、E。このような感じになりますね。そして、一拍目、二拍目をくっつけていくとどうなるのかっていうのをやってみたいなと思います。さあ、うん、C、E。C、E。このような感じになりますね。そして、続けて3拍目を見ていこうかと思います。で、ここの3拍目なんですけども、3拍目とこう4拍目、じゃあ2拍目と3拍目の間ですね。の間にもここにこう、タイがかかってます。これもよくよく見てみると、まあ、その音が C から D に変わってるので、今さっきと同じ、このハンマリングということになります。シンコペーションではないということですね。なので、ここをうまいことやっていきたいなと思うんですけど、まずは、バラしてやりたいので、こう、Dの音を普通に弾いてあげてください。そして、いつもだと1、2拍目、3、4拍目というふうな感じでくっつけるんですけど、ここだけ練習したいので、3拍目だけ練習したら、2拍目と3拍目を合わせて弾いてみる。という感じでやってみますね。ではそこだけ見てみます。リズムは、たたた、あ、っていう感じになりますね。で、2個目がシンコペーションじゃなくて、ゴーストノートなので、ちょっと大変ですかね。これどっちがいいかな。A の音は開放弦で弾いた方がこれ楽かもわかんないですね。というふうに場所が大きく変わるので、ちょっとしんどいかもわかんないですね。開放弾いた方が楽かもわかんないですね。うん。今回は開放で弾くものとしてみます。さあ、うん、し、い。し、い。このような感じになります。で、今さっきとは、今さっきというか、いつもとはちょっとイレギュラーなんですけども、今さっき話したように、このハンマリングのところをやりたいので、2拍目と3拍目をくっつけていきます。やってみます。さあ、うん、し、い。し、い。このような感じになりますね。そして、4拍目。4拍目だけ、別個で取り出してやろうかと思うんですけど、4拍目は何かというと、これ、たたたた。4つ音が混じってます。そんなに難しくないと思うんですけど、これオクターブなのでちょっと厄介かもわかんないですね。F の音、F の音、F シャープの音、F シャープの音。っていう感じになりますね。やってみます。さあ、うん、し、い。し、い。このような感じになりますね。では、どうしましょうかね。まあ、一小節全部弾いちゃいましょうかね。全部一小節合わせて弾いてみたいなと思います。さあ、うん、し、い。し、い。このような感じになりますね。ベース、ベース、ベース。はい、どうもです。ではね、せっかくなのでね、今日最後に、この G マイナーだけですけども、G マイナーを弾いてる感じで、コードと、それからドラムだけ、なんかうまいこと入れて、なんかちょっと、まあ僕はね、いつもね、こう、メトロノームだけで、撮ってるんですけども、メトロノームだけで撮ってる、まあ DTM に音入れてるので、ドラムとかも入れてみて、このフレーズがどんな感じになってんのか、という感じで、最後にね、この音源みたいなのを何回か繰り返してね、実際ドラムと一緒にやるとどんな感じになるのかって聞いてもらおうかなと思います。で、今からやるのは今60でやったので、ちょっとテンポを上げつつ、そして最後にちょっとね、締めの言葉を話して終わりにしようかと思います。60でやったので、次70でやってみます。あ、ちゃいますね。今60で、全部繰り返すやつをやんなきゃダメですね。60でやってみます。全部の小節ね。1、2、3、4、1。になりますね。そしてまあ今弾いてて思ったんですけど、やっぱこのハンマリングの時ですね、意外と早く弾いちゃうと前のね音が
ハンマリングする1個の音ですね。1個目の音が短くなっちゃうので、特にね、60ぐらいの場合だとしっかり、まず16ビートでね、しっかり、両方とオルタネートピッキングで弾いてあげて、その長さをきちんと確認してから、ハンマリングの練習に切り替えてあげるような方法でもいいかもわかんないですね。では、具体的にテンポを上げていこうかと思います。75いきまーす。このような感じになりますね。では、まあ今日はね、話をして最後にそのドラムと演奏してるのを聞いてもらって終わりにしようかと思います。まあこんな感じでね、今日は変音記号を取り上げてきましたけど、まあ最終的にはね、これをうまいこと転換して、コード譜で弾いててもらえるような足し、なんていうのかな、手助けになっててもらうといいかなというふうに思ってます。でもちろんね、例えばポップスとかね、やりたい曲とかコピーしていく上でどうしてもね、そのフレーズを弾かないとダメな場合もあったりすると思うので、そういう時はね、こういうような感じでしっかり読んでいってもらえたらなと思っております。そんな感じで、ちょっとね、リズムにまつわる話を2回続けてやりましたけども、次回は、その森田式基礎練習を使って実際にコード譜で弾いていくとどのような感じでいいのかっていう風なものを最後に取り上げてっていう感じで考えております。なのでね、次回もぜひお楽しみにお待ちください。そしてもし今日初めて見られている方いらっしゃいまして、もしチャンネル登録とかまだされてない方いらっしゃいましたら、何卒チャンネル登録もよろしくお願いいたします。そして、今日も少しでもためになったなとか面白かったなとか思っていただけた方、いらっしゃいましたら、何卒とグッドボタンもよろしくお願いします。で、最後にね、ドラムと一緒に合わせてやりますので、それかっこよかったなと思った人もグッドボタン何卒とよろしくお願いいたします。まあそんな感じで、また皆様にお会いできる日を楽しみにしております。今日はここまでということで、最後に演奏を聴いていただいて終わりしようと思います。本当にありがとうございます。ではまたでーす。ベースベースベース。